ナポレオン戦争に準ずるロシア帝国とスウェーデンとの戦争を指すフィンランド戦争とも言うフィンランドを戦場にしスウェーデンのホルシュタインゴットルプケとロシアのホルシュタインゴットルプロマノフ家が開戦したこの戦争を1788年から1790年の第一次戦争に次ぐ第二次戦争とも呼ぶ第一次と第二次はまとめて ロシアスウェーデン戦争とも呼ばれている。ロシアとスウェーデンはもともと退仏大同盟の同盟国であり敵大国ではなかった。しかし第四次退仏大同盟軍がナポレオン一世率いるフランス帝国軍に敗れて解体した後、ロシア帝国は1807年にティルジットで行われたティルジットの和訳においてフランス帝国と和解した。この時、 ロシア皇帝アレクサンドル一世は前年に発令された大陸封鎖令に参加した。この封鎖令に対し反ナポレオン政策を取るスウェーデンをグスタフ4世、アドルフは参加を拒否した。この結果スウェーデンはイギリスを除くと唯一のフランス帝国の敵対国となった。1807年10月、ナポレオン一世はアレクサンドル一世とエアフルトで会談を行い、 スウェーデンを大陸風サレーに参加させるために、ロシアをフランスの同盟国に引きずり込んだ。ここでスウェーデンと先端を開く代わりに、スウェーデンの俗領フィンランドの自由処分という密約を結んだのである。対するグスタフ4世は、大陸風サレーに反対するイギリスと同盟を画策したが、イギリスはスウェーデンの戦力を根踏みし、同盟への参加を拒否して、デンマークと先端を開いた。 デンマークを破ったイギリスはロシアと英ロ戦争を起こした。ようやくイギリススウェーデンの共闘関係が生まれるが、バルト海の海戦とフィンランドの陸戦では展開が全く異なる結果となり、イギリスの参戦はスウェーデンに何ら追い風となることはなかった。一方フランス軍はスウェーデンの対外領であった西ポンメルンを占領した。ここでアレクサンドル一世は、 ナポレオンとの和解を持ちかけたが、グスタフ四世はそれを拒否した。ここに至ってロシアは、フィンランド獲得の口実ができたのである。1808年2月、ロシアは8万の軍をフィンランドに侵攻させた。フィンランドには1万人のスウェーデン軍がいたが、戦わずして降伏した。デンマークもフランス帝国も戦線復告した。フランス軍の総司令官は、ベルナドット元水であった。 しかしナポレオンは北欧への侵攻に熱意をなくし上陸作戦を実施しなかった。それでもスウェーデンは6万のスウェーデン国軍で2正面、作戦内視3正面作戦を行わなければならない情勢へと追い込まれたのである。もっともデンマークは外交断絶によってことなきを得、スウェーデンにとって主要な敵はロシアだけとなった。しかしロシア軍はフィンランドの大半を その支配下に入れ始めていた。ここでグスタフ4世は、徴兵を行って3万人のスウェーデン軍を編成し、オーランド諸島を経由して、フィンランドに上陸した。この時、フィンランド兵だけは、ロシア軍に対して勇敢に戦っていたが、フィンランドのスウェーデン兵は標順のよう示していた。グスタフ4世は自ら申請し、フィンランド西南部で、ロシア軍と回戦したが、大敗を喫した。 この戦闘が戦争を決定づけた。敗北したスウェーデン軍は本国へと逃亡し、ロシア軍は追撃作戦を行い、オーランド諸島まで占有を果たした。同じワルト海中部にあるコットランド島もロシア軍に20日間占領された。翌1809年9月、スウェーデンはロシアとの講和に応じ、フレデリクスハムンの和訳を結ぶことを強制された。 1810年1月にはフランスともパリ条約を結び屈服した。この条約によってスウェーデンは大陸封鎖令に強制的に参加させられるとともに600年間支配していたフィンランドを失いオーランド諸島までを割上させられスウェーデンは北欧における影響力と父グスタフ3世が築いたヨーロッパにおける地すべてを失った。一方アレクサンドル一世は フィンランドに対して解放者として君臨した。以降フィンランドは1917年までロシア帝国下の保護国フィンランド対抗国として存続していくこととなった。1809年3月、スウェーデンでは軍事クーデターが起こされ、対ナポレオンの急戦法であった国王グスタフ4世、アドルフが廃位され、ナポレオンの帝国の従属国となった。この後スウェーデンでは着手のいない、 カール13世が擁立され、大い継承問題が発生するのである。ありがとうございます。